です。急性骨髄性白血病から13年1ヶ月移植も再発もしないで生きています。今日は自分の顔に耐えられなくなったので美顔カメラを使わせていただいております。サトシとめぐるフリースタイル2020、サトシ王のエキシビジョンアット東京シティビュー。フリースタイル展には動画も開けておりますけれども行かせていただいております。ただ今回ですねオンライン配信ということでとっても嬉しく思っています。当然行けなかった方が見ていただくのは本当にそれもとてもとってもとても嬉しくていいなとは思っているんですけれども、実は見に行った私でも場所によっては見れないところがありまして、見た記憶がない。一緒に相方に行ってもらったんですけど、少し時間が経つと疲れてんだけど腰痛いんだけど、確かに疲れちゃうよね、大丈夫というようなことがございまして、さとちくん個人のものを展示しているところとかはもう時間制限がないのでずっと密になっていて密集していて、旦那を置き去りにしてこう割り込んで入ってみるわけにもいかず、結構見れてないものがあったみたいです。なので私としては今回オンライン配信があるのが本当に本当にとっても嬉しいわけです。12月11日の19時公開で、13日までは何度でも見逃し配信ができるというのと、ファンクラブに入っている人は1100円、ジャニーズファミリークラブの方が1300円で、一般の方が1500円ということで、一般の方にも見ていただけるというのは本当に本当に嬉しいので、ぜひ、今回ですね、サトシ君が大野くんがアテンドをしてくれて作品を紹介してくれるということなので、ご本人の口からいろいろとお話が聞けるんじゃないかなと思って本当に楽しみです。新たに大阪の展示が決まったということなんですけれども、コロナがまた増えてきてしまって、ただなんか美術関係とか、個展とかそういったものは喋らずに見るので、美術業界は割と賑やかになってきているということなので、中止になるということはまずないかなとは思っています。とはいうもののやっぱり、ちょっと離れていて電車に乗ったりとかっていうご家族がいたりすると難しいと思うので、実際で見るのとはちょっと異なってしまいますけれども、でもその雰囲気を、しかも大野くんが直接アテンドしてくれて案内してくれるということなので、ぜひ皆さん見ていただけたらと思っています。27日からチケット販売の予定ということなので、おそらくこの動画を上げている時には、もう購入をして終わっているとは思います。本当に今回のオンライン配信はみんな嬉しいと思うんですけど、何よりも一般の方でまだ作品を見たことのない方はぜひオンライン配信を見ていただけたらと願っております。こんな感じでいつもやっておりますが、チャンネル登録していただける方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。高評価もいただけたりもっと嬉しいよね。ジャイちゃん怒ってる。よろしくお願いします。皆さん感染症の対策はちゃんとしてるので、インフルエンザとかは流行ってないということは、コロナはやっぱり唾液の中にいかに多いのかなっていうのがよくわかる感染症なんだなと思っています。なんで、マスクはですね、もしかかった時でもマスクしてると取り込んでしまった飛沫の量が少ないと重症化しにくいというので、皆さんマスクは忘れずにお出かけください。ではまた。